YTJP チャンネルをご覧の皆様、ザ・コインロッカーズです。この度、7月31日にデジタルシングル夢がない僕が夢を見たんだがリリースされました。この楽曲はこの夏に青春できないモヤモヤを詰め込んだザ・コインロッカーズらしいサマーチューンとなっております。はい、この楽曲でお気に入りのフレーズはありますか？はい、2番の歌詞に登場する赤いあんたですという夏の季語が入ってるんですけど、そこがなんか夏の曲だなってすごいわかるので、そこがお気に入りポイントです。はい、聴くときにおすすめのシチュエーションはありますか？おすすめのシチュエーションか、何？でも私はアイス食べながら、キンキンクーラーキンキン冷えた部屋で青春したいなと思いながら聴いてほしいです、ね、いいですね。新曲と合わせて TikTok で毎日新曲を配信していくんですけれども、こちらどんな企画ですか？はい、7月31日から8月14日まで TikTok で毎日新曲を配信しているんですけど、最終的には他のアーティストさんもやっていないザ・コインロッカーズとしても初の TikTok アルバムとなります。TikTok ということで映像はどんな感じに仕上がってますか？はい、今回はクリエイターのネオさんにプロデュースしていただきました。ありがとうございます。はい、ということで今好きなことが一つできるとしたら何がしたいですか？花火ですかね。花火がしたいです。でも、ミュージックビデオの中で全員で花火をしているシーンがあるので、ぜひミュージックビデオの方見てみてください。お願いします。最後に頑張る高校生に、21歳の木本さん、お願いします。はい。はい、もうとっくの通り青春時代は過ぎ去っているんですけども、やっぱり青春時代って本当に今しかない楽しいものなので、本当に楽しんでいただきたいです。本当にこの私たちのザ・コインロッカーズの7月31日にリリースした夢がない僕が夢を見たんだを聞いて、ぜひ青春を感じて一緒に過ごしてくれたらいいなと思います。はい、以上ザ・コインロッカーズでした。